あれか、北陸とかかな。北陸とかにあるのか、鍛冶屋が。新潟とか行ってみるか。ちょっと謙信のお膝元行ってみるか。あ、呼び出しは来てしまった。まあいいや、帰るついでに寄っていこう。ちょっとそろそろユッキーがさ、怒るかもしれないけど。タゲカツか。まあ、カゲカツ生まれてんだな。枕草子は組屋で売っている。鍛冶屋はないね、やっぱり。くそー。ちょっと見せてくれ。特にないなぁ。鍛冶屋どこにあるんだよ。お、上杉乗りますわ。お前何してんだ。関東管領じゃねえか、お前、元関東管領落ちぶれたな。もう浪人かよ、お前。大丈夫か、本当に。あれだな。列伝読むようにしようか。山内上杉家当主、関東管領、今川家扇ヶ谷上杉家と結び関東の北条家に対抗。川越かな。合戦では大軍を動員して北条家を攻めたが、北条氏康の奇襲を受けて大敗を喫す。さらに居城を攻められて敗れ、越後に逃亡。長をかけたら、後の上杉謙信を頼り、上杉の名跡と関東管領職を継承させた。で、浪人になっちゃった。っていうことだな。まあね、もともとなんか頼りがいのねえやつだからな。というイメージがあるよね。実際の人物なんてわかんねえからな。いないね。乗りまさを雇う気にはならんな、しかし。乗りまさをでも部下に持つって言ったら箔がつくけどね。こんな、ね、ダサいような男はいらんよ。さて、どうしようが、どこにある鍛冶屋は。じゃ、北陸を探し回るか、とりあえず。富山。まあ、帰り道にね、ある町をしらみつぶしにこう見ていく。松倉は一回来たよね。松倉一回見たけど確か鍛冶屋はなかったと思う。ここ見ていくか。輪島見ていくか。輪島に鍛冶屋があるのか。ないよなぁ。鍛冶屋はないだろう。職人が、漆塗りの職人がいるとしても。うおー、めっちゃ美人じゃないこれ。こと。ちょ、なんか、やっぱね、おかしいよ、立志伝の、このグラフィックの良さは。おかしい。どこだったか、会津あたりに、仙台か、仙台にいた、あの女性ぐらいが、普通レベルだから、ほんとに。幻想を抱きすぎだよ。太鼓立志伝のグラフィック担当は。まあ、おかげさまで、楽しいんだけどな、こっちとしては。ああ、でも、やっぱ、綺麗な人多いなぁ。いいなぁ、立志伝は。ただ、本当に、三重県のあそこどこだったか。大津だったか。三重県と、東北のあの子は、ちょっと残念だな、という、感じだな。ご愁傷様って感じだな。金沢はいないかな。まあ、一地方に一人ぐらいって感じだろうな、きっと。駿府とかにあるか？ないよな、きっと。行ったことあるよな、駿府は。ほい。やっぱないよね。一回行った場所でもちょっと不安になって見に行っちゃうっていうか、浪人多いな。うどの。長てる。桂山。地下孫兵衛。誰だこの人。今川家臣の徳川家臣。今川家臣の地徳川家臣。名は重地か。家康に仕えて水軍を率いた。徳川三船邸四人衆。これは知らなかったな。向井正綱。お杖水軍技能めっちゃ高いし。これは、いいんじゃないか。武田家臣、後徳川家臣、正勝の嫡子。父正勝が、徳川軍の攻撃を受けて戦死したため、家督を相続し、武田水軍として活躍。主家滅亡後は徳川家に仕えて、三船奉行となり、徳川水軍の中学とした。てか、信虎まだいるのか、お前。もう死ねえよ、そろそろ。78歳やぞ。1574年だから、実は、息子の信玄より長生きしてるんだよね。1年だけだけど。
まあ悲しい人生だからな、ノブトラは。じゃあ、摩擦なちょっと交渉しに行くか。ほい。これはこれは。じゃあ、まず贈り物をしようか。もうこれはね、俺の武器を送れば一発よ。そうだな、デリシャスフォーぐらいあげようか。はい。それなり、あら？じゃあ勧誘してみるか。はい。お、徳の心と暗示、ダブルで使うのが。お、これは、濃いか。おお、一発。よっしゃ、伊賀衆にお使いいたしましょう。こいつは絶対使える。うん。よっしゃ、これはちょっと、大きい収穫だったな。諏訪、諏訪の町。この辺に鍛冶屋いないかな。もうこの辺あらかた回っちゃってるぞ。大丈夫か？お、須田。黒人衆だよな、こいつ。わあ、またいた。ちょっと、鈴。鈴ってなんか、コメントで言ったな。鈴は俺の嫁って主張してる人がいたな。自分で言うのもなんだけど、ここの名物はこの私。なんてね。こういうタイプはダメだ、俺。顔は可愛いけどな。なんか今のセリフを、全く同じセリフを吐いた電波がいたな、どっかに。まあいいや。ちょっとそろそろあれだな。日にち的にもちょっと厳しいな。もう本拠に帰るか、ちょっと。わかんないな。また別の機会だな。一回、指名を受けてからにしよう。ちょっと飯を食わせてくれ、飯を。お？伊勢神宮。あるとも、彼女がどうかしたのか？私も幼い頃伊勢神宮に参ったことがあるんですよ。それは知らなかったな。その時のことはまだ覚えておるか。ええ、印象深かったものですから。ちょっと俺も伊勢神宮行きてえな。行ったことねえんだよな。二人は互いに思い出を語り合った。そうか、いつか今度は二人で裁縫できたらいいの。もう今すぐ行こうぜ。近いんだから。行こうよ。ちょっと飯作ってくんねえかな。メニューを言うのは構わないんだが、飯を食べさせてくれ。ガシする。ちょっとそろそろ、飯を作ってくれないと。ダメだ、作ってくれない。ユッキーがちょっとへそ曲げてんのかな、これ。あ、やった。やっと出た。よかったよかった。よーし。リアルにガシするかと思った、ほんとに。いや、なんだかんだね。今回いっぱい、ね、宿屋の看板娘見つけたけど、やっぱユッキーが一番可愛いわ。という結論に至った。ほい。ネゴロの里の情報入手が、やたらと簡単になったな。じゃあ行くか。で、ここで一旦セーブして終わっとくか。よし、じゃあ、こっからまた別の日に撮ってますと。なんか前回この、取りだめしてるのかなみたいなコメントがいっぱいあったんですけど、コメント見てねえのかなとか、のもありましたけど、ちょっと取りだめはパート3つとか4つ分ぐらい一気に撮ってるんで、そうね、コメントの反映が遅れるっていうのが、まあよくあるんですけど、まあこの、撮ってる日がね、わかるようにしてきたつもりだったんですけど、この動画のつながり的に。まあこういう風に別の日に撮ってますとか、最初に言うようにしてきたんですけど、ちょっとわかりづらかったらごめんなさいということで、今度から、投稿したコメントっていうか、なんだっけ、動画説明文かな？タイトルの下のところに、こう、いつ撮ったかわかるようになんか日付でも書こうかなというふうに考えてます。まあ、そういうわけで、拠点調査ね。行こうか、早速。まあ、前回、東北の方回ったんですけど、結局、火事場が埼玉鹿児島にあるっていうネタバレをコメントでいただいたんで、どうしようかな。そうだな、鹿児島に行くついでにちょっといろいろ街を回ってみようかなと。軍楽をね、あげてくれっていうコメントがいっぱいあるんですけど、前々から何回か言ってる通り、軍楽を教えてくれるやつが、その、伊賀衆と徳川家と、で、俺が出会った浪人の中に一人もいないんでね、今のところ軍楽を教えてくれる人材がいないんで、まあ、鹿児島に行くついでに浪人あさりもしていけばいいんじゃないかなと。あと、そういえば、あれなんだよね、ついこの前、すっかり忘れてたけど、あれ誰だっけ？あ、奈良かな？確かね、あそこ誰だ、筒池か。筒池が滅んで、左近がね、あの猛将として名高い左近が、浪人になってるんじゃねえか。おーい！お、マジか、ちょっ
フォーゾインいいね。これあれだね、武蔵と戦った槍使い、悪名高き霊を打つために待っていたもの。やばい、これ寺に寄進して悪名を下げろって言われてたから、ちょっと寺行こうかなって考えてたんだけど、やばいな。大丈夫かこれ、勝てっかな。ちょ、この前のさ、あの誰だっけ、野球に勝った時はちょっとまぐれっぽいところもあったからね。分身がうまく機能していたみたいなところもあるから、もうとりあえずに逃げまくりの、でもあの分身を出せるまで逃げると、そういう作戦を取るしかない。ちょっといかんな、逃げ方がちょっとよろしくないな。これも使うか。分身、これなんとかなってくれりゃいいんだけど、ちょっとやばいな。これで一撃とかだったらもうどうしようもねえんだけど。ああ、いかん、まず一人か。一人やられたな。ちょっとどうしようもないんだけど、これ。普通に狙っていくしかないな。とりあえず相手も槍でね、ちょっと、リーチが被っちゃうのがちょっとやりづらいところだな。でも、野球よりはさ、そんな、アスカ。なにこれ、飛び道具か、また。いちいちかっこいいな、必殺技。うお、なにこれ。うわ、範囲技か。やべえ、分身が全く意味をなしてない。これはちょっと危ないな。あ、いかん、全然あれだ。全然溜まってないな、なんか。気合が溜まってない。分身のコストが高いからな。あと4か、どうしようか。とりあえず分身が溜まるまではどうしようもないっていう。あの、なんだっけ、鉄壁だっけ、防御上げるやつと攻撃力上げるやつ使った方がいいよってことだったんだけども。まあ、ひとまずは分身の術だよね。よし、ここで、分身して、で、ちょっと止血もしておきたいところだな。80じゃ若干心もとない。この分身で HP 使っちゃうからね。うわぁ、60か。怖え。ここでちょっとじゃあ、あ、そうか。あれがねえんだ。ちょっと危ないな。こいつのリーチの中に入りたくないんだけど。あぁ、これは、巻き槍か。これは普通の技かな。うわぁ、また範囲技だったのか。危ない。よし、ちょっと、ちゃんと攻撃せよ、お前ら。相関止血が、傷薬使うべきか、止血まで待つべきか。あ、どうしよう。傷薬使うか。止血まで待つと死ぬ可能性あるよな。相手がひぎ使ったら終わりだもんな、俺。よし。少しでも回復しとかないとまずいって。51か、ちょっと不安だな、これ。あ、危ねえ。ちょ、逃げる、逃げる。逃げて、で、また次傷薬使うか。あー、いかん、これは。あ、これ全員まとめてぶっ殺されるという可能性がある。え、あ、カウンター技か。カウンター技だって。ほら、くそ。まあ、カウンターはどうしようもねえか。攻撃しちゃうもんな、それ。やっちゃうよね、つい。じゃあ、傷薬使うか。ちょっと頑張ってくれ、もう一匹分身。いかんな。でも、あと一発ぐらいで倒せんじゃねえ、これ。実はいけんじゃないか。おぉ、ちょ、怖っ。どうしよう。とりあえず、まあ、狙っていこう。あー、ヒギか。あー、いかん。これ、あ、でも一発じゃ死なんだろ。あ、いかん、カウンターや。当たるなよ、当たるなよ。よし、危ない。怖えよ、マジで。カウンターはちょっとやめてくれ。よし。カウンターは多分ダメージが相当でかいはず。うわ、この位置取り、そして。あ、どうしよう。とりあえず6まで溜まったらちょっと分身を使うぐらいの感じで。いかんな、しかし相手も気合が溜まるからな。逃げつつでいいかもしれん。ヒギ。よし、これカウンター技だな。よし、カウンター技対応してくるな。分身で攻撃するのがちょっと一番安全策かもしれん。これもう一回分身いけるか。よっしゃ。3人に増やせ、3人に分身を。数で勝負や、数で。人海戦術。消えるんか、そいつ。マジか。ああ、もう、早速死ぬし。そう。やばい、ここでヒギ食らったらちょっとまずい。あ、移動してきた。あ、そっちか。あ、くそ。殴ってくれ、頼む、分身。お前だけは頼りやぞ。傷薬。これでも回復しとく。あ、いかん、これ殴るなよ。殴るなよ。あ、殴りそう。あ、やっぱりか。
お、当たった。あ、やった。勝った。あ、当たっちゃった。カウンターは？危なかったな、しかし。チキン戦法で勝ったけど。おー、鎖鎌名人来た。鎖鎌称号。実戦の場での経験から鎖鎌の長所を生かして戦うことができる。うん、鎖鎌っていうかもう、分身名人ぐらいの勢いだったけどな。これほどの腕とは。いきなり攻撃した拙者を許していただくと。うん。試合と申されるのか。乾杯でございます。まあ、試合として成り立ってないよな、これ。完全に撃たれる側として立ち回ってたからな。危ない。朝倉何してんだ、お前、こんなとこで。じゃ、テラキシンしようぜ。マジ怖えから、あんなの来たら。あれ、死んだらゲームオーバーらしいからね、ちょっと。伏せ。どうしよう。戦艦ぐらい行ったらいいんじゃない？これで、だいぶ。あれ？あんま下がってないっていう。名声が上がるのか？名声が上がるだけ？もう戦艦。これでどうだ？もうなんか全然変わんないんだけど、戦艦ごときじゃダメなのかな？そんなわけではないと思うけど。まあいいや。あんまりお金使っても。あれだし、筒井家の浪人がいないかな？あれいねえや。松倉重信。お、こいつはまあまあじゃないか？ウコン、サコン。そのサコンの方が欲しいんだよな。ウコンは微妙なんだよね。まあ、島清沖。サコンの居場所を知らないか、君。ウコンくん、サコンの場所を教えてくれ。技能指示とか？ダメか。茶席しとこうか。はい。これで、どうしよう、勧誘するか、ウコン。サコンはね、多分誘っても来てくれねえからな。まあまあなんだよね、これ。まあ、いいか、とりあえず、しておこう。奈良は来たよね、一回。あ、ちょっと疲れた。うん？あら、もしかしてお客様、服部様では？まあ、ようこそ、お代は半分で結構。あらあら、なんか、歓迎されちゃった。あ、春がいたんだね、そういえば。久しぶりだな。ちょっと、いかんいかん、名声が上がったからかな？今のは。まあでも悪名が下がってくれないと、でも名声が高ければ悪名が高くても、おそらく、襲われるってことはそうそうないってことなのかな。ああ、じゃあちょっと、再開行くか。再開じゃねえや。拠点はどこだっけ？寝頃か。寝頃に行くか。ついでに最下にも行こうかな。先に寝頃でいいか。ここの拠点調査が今回の目標ということだね。はぁ、疲れた。いや、あのイベントセンター、やばいな。あ、そういえばみかん買っていってっていうコメントがあったね。みかん買っていこう。せっかくこの、和歌山に来たんだし。もう誰だ？お？杉の坊。誰だよ。あ、ここの人か。ここの人かっていうのはあれだけど。下人ばっかだな。じゃあ、修行場だっけ？連兵場か。連兵場で調査するのかな？よし。しかし、これも久しぶりだな。よし。寝頃の里。普通。高い高い。本願寺の指示台見ようか。うん。物資。兵士数23,455人。めっちゃ多くない？忍者でにさ、23,000人もいたらさ、かなり多い方だと思うんだけど。まあ、そんなことはどうでもいいか。あ、そういえば、五右衛門の話で、千鳥の航路の話か。千鳥の航路で、あれは五右衛門が、こう、太鼓に忍び込んだっていう時に、本の字の辺の時の航路の話をしたんだけど、あれは、なんだっけ。カエルの航路らしいですね。まあ、コメントで訂正してくれた方はありがとうございますということで。なんだっけ、鍛冶屋か。これ教えてくれるらしいんでね。その前にちょっと、ザレみかん買っとこう。こうみかんをユッキーに持っていくと、お土産になるらしいから。みかん。あった。じゃあこれを、いくつ買おうかな。10個ぐらいあればいいでしょ。あ、承諾でいいや。よし。で、鍛冶屋。ね、ここで、最下電を。あれ？これはまさかの釣りだったのか。確かにこの地方って言うと、近畿だから、今浜の鍛冶屋に行った時のことなんだろうけど、
ちょっと。なんだそれ。やっぱじゃあ、地方って言ったら、この前の考え方で合ってるのかな？各地方っていうことでいいのかな？まあ、見聞済みって言われちゃしょうがねえから、とりあえず帰るけど。あと、鹿児島って言われたから、その鹿児島に、あ、待って、間違えた。あ、しず久しぶりだ。しず最下だったのか。そうだそうだ。ちょっと贈り物あげよう。しず人気だからね。どうしようかな。ゴミあげよう。はい。嬉しいございます。しかし、服部さん。いただいておいてなんでございますが、こんなことが奥様に知られたらきっとおかんむりになりますよ。やっぱそういうのあるの？不倫イベントみたいな。いや、まあ、あれだよ。別にゴミをあげただけだからね。本命じゃないんだから、ギリチョコみたいな感じなんだから、今の。じゃあ、帰ろ。一旦帰って報告してから、また鍛冶屋巡りに行くとしようかな。ごえもんの話で思い出したけど、あの、なんだっけ。ダサくとして名高い。ダサくって言っちゃあれだけど、なんだっけ、キャシャーンって有名なキリア監督かな、がなんか今度ゴエモンっていうね、映画を出すらしいじゃないですか。まあ、もちろん主人公石川ゴエモンなんだけど、この石川ゴエモンの顔をね、よく見ていただきたい。そのゴエモンっていう映画の主人公石川ゴエモンのね、演じる人、江口洋介らしいじゃないですか。これちょっとね、イメージが大変残念なことになってしまいそうでね、その映画を見るのが大変怖いんでね、ヒロインがしかも広末涼子っていう、広末涼子と石川五右衛門でもね、っていうね。ちょっともうちょっとむさい人にしてもらえたらね、俺のイメージもあったんだけども、江口洋介となったら、ちょっと待って。病気のやついたな、ちょっと。薬あげに行くか。こういう部下を思いやる心は大事だよ。薬あげよう。非常によく効きそうでござる。よし。こういう優しさを見せつけていくから。じゃあ、報告したよね。じゃあ、みかん渡すか。自宅。ほい。妻と話せばいいのかな？あら、お前様、それは？みかん。私、それが大好きなのです。ひょっとして、私のために買ってきてくださった。その通り、もちろん。その通りだ。お前が喜ぶかと思ってな。まあ、嬉しいございます。後でゆっくり、今食えばいいじゃない。うん。じゃあ、そろそろ、また飯を。飯を作ってくれ。やべ、ユッキーちょっと怒ったんじゃないか、シズにプレゼントあげて。飯作ってくれないんだけど。どうして？みかんあげたじゃん、機嫌直してくれ。ちょっと、飯作ってくれ、頼む、ガッシュする俺。おい、ちょっとマジか。ダメだ、これ。ユッキーの機嫌を損ねてしまった、ちょっと。ああ、仕方ないよ、でも。もういいや、行こう。ちょっとへこんだわ、今ので。四国側から行ってみるか。ナルトは行ったよね。こう、軍学を教えてくれる浪人がいるのがね、一番いいんだけど、なかなかいないからな、そういう、レベルの高い浪人っていうのは。いたとしても仲間になってくれないし。はい。で、次は今治行ったな。じゃあ、こっちから行くか。丸亀。四国町4つしかねえのか。寂れてるな、だいぶ。まあ、ここも大したことなかったな。じゃあ、倉敷行くか。そういえば木村カエラそっくりのこの話をしたんだけども、そっくりっていうかあんま似てないっちゃ似てないんだけど、雰囲気木村カエラだったこの話をしたんだけども、その、隣の人誘えとか、今後の心象を報告しろとか言う人がいたんですけど、そういう人たちはね、多分ドラマとかアニメの見過ぎだと思いますよ。ねえからそういうの。おいないなぁ。ボーナスの指宿温泉。おぉ。ちょっと探してみるか。あ、でもあれ桜島の近くだからそんな名所ねえと思うんだけど。まあ、いっか。よし。そのバレンタインに桃鉄やるって話をしたんですけど、生桃鉄やってっていうコメントもありましたね。生桃鉄ね、生放送っていうか、ニコニコ生放送だっけ？あれを使ってくれってことだと思うんですけど、
あれ多分俺がやっても機材が足りなくてできねえんじゃねえかなって思うんだけどな。やってみてないからわかんないけど、てかやり方もわかんないからあれなんだけど、多分ね、なんか買わないと音声が取れない気がする。多分ね。というわけでちょっと生は、考えてみたんだけど、できないと思うな。あれ宿見たっけ？まあいいや。なんか大したもんねえな、この辺。中国地方、四国地方は。鳥取か。鳥取何気に行ったことないんじゃないか？はい。ほい、松江。鍛冶屋ないなぁ、やっぱ。まあでもここだとやっぱ長船が近いからなぁ。さすがにないと思うな。おぉ、ちょ、やべえ、めっちゃ綺麗系の人がいる。死の。やべえ。あ、この S っぽい感じがたまらん。ちょっとやばい、これは壺だぞ、俺。いかん、これはいかん。あ、いかん、松江来たのミスったな、これ、ちょっと。めっちゃタイプなんだけど、この、きつい感じの女性は。M にはたまらんな。あ、M っつってもこの M は、あの、メガネの M だから。何を言ってんだ、俺は。あ、ちょっといかんな、今の。ダメやぞ、これ。ちょっと。死のか。いや、忘れよう。松江にはもう二度と来ない方がいいな、これは。過ちを犯しそうだ、ちょっと。久しぶりにここ八夜州とか見ていこうかな。ここの、あれ忍術取ったっけ？ちょっと見てみようかな。多分全部取ってるはずなんだけど。あれ？これ取ってないのかな、まさか。ちょ、やっていくか、じゃあ。できるってことは取ってないんだよな、きっと。まあ、久しぶりだけど。じゃあ、やるか。はい。まずまずか。あー、ダメか。ちょっと上出来取らないと、違う、これ久しぶりでちょっと、あれだな、鈍ってるな。もう一回やるか。ちょっと今度こそ。これは、あー、マジか、ダメか。あ、来た、毒斬り。おー、あー、刀か。敵一人を攻撃する刀剣術の秘技。山賊や海賊が使うよな、これ。まあ、いっか。ああ、いかん、もう来たか。じゃあ、今回ここまでな、九州までたどり着けなかったな。あ、ちょっと待って。家を見ていこう。千代松。実兵。半夜丸。太郎松。なかなかくのいちっていないんだな。あ、そういえば、あれだな、これ冒頭で言おうと思ってて忘れてたんですけども、なんだっけ。いろいろと、録画環境についてとか、あの、先についてとか、まあ、メールとかいろいろコメントとかでも、よく見かけるんですけど、その、よく見かけるコメントに、いちいち返信するのもちょっと大変なので、どうしようかなと考えた末に、こう、大百科の方に、まとめて書いとこうかな、ということなんで、一応、なんかその、録画環境とか、どういう機材使っているのかとか、あと、お酒についての話とかは一応そこにまとめとこうと思うんで、大百科を、足釣りの大百科を見てもらえればね、いいんじゃないかなと。あー、よし、来た！よかった！めっちゃ安心した、今。さっきなんであんなに出なかったんだろう。よっぽど運が悪かったのかな。で、あれは俺へのなんか、ね、粛清みたいなもんだろう、きっと。ああいうことしちゃダメだよっていうことをね、ユッキーが、あー、ちょっと待って、一晩って、まあ、いいか。じゃあ、一応行くか、招集。忍び屋敷。ほい。放火か。石山本願寺の物資。また悪名が上がるな、これで。じゃあ行くか。あと、大百科の方になんか、メール送るのめんどくせえな、とかいう人だったら、大百科の方に、質問とか書いてくれても一応気づいた時には返信しようかなと思ってますんで。よし、放火。行くぜ。あー、これは微妙だな。火付けでなんとか。あー、ちょっと待って、ゴーか。なかなかのせいが。これなんとかいけたかな。ゴー下がったっていうことは。
よし。あ、よかった。ちゃんと飯作ってくれるようになった。マジ安心した。もう絶対シズに何かあげるとかやめとこう。よっしゃ。じゃあ、忍び屋敷と。ああ、上がった。よかった。ギリギリだな。それ何も受けてない時に忍び屋敷行くとイベントとか起こりやすいってことだったんで、ちょっと試しに。何もなしか。うん。ちょっと、なんか献上しよう。価値5以上。5以上か。日月流星いらないからあげていいんだけど。どうしようかな。日月流星あげるか。区内使わないからな。あげよう。はい。これで、いいね。そういえば俺、ちゃんと装備してたっけ？鎖鎌装備してるな。よしよし。じゃあ、ここら辺でちょっと一旦ちょっと切るか。